おはようございます、クリスです。さて、今日のメモリーオイルです。2月の4日、立春。 Hey, spring has come。 まだ外はね、寒いですけれどもね。2月4日暦の上では立春でございます。昨日節分、ちゃんと豆まき皆さんできましたか？いやー、豆まきはね、私はできませんでしたが、 I ate so many beans。 いっぱい豆食べちゃいました。 Okay、 さあ、じゃあ立春の本日、日曜日でございます。 Let's look at the card。 Today's card is very simple。 Body care。ボディケア、今日はね、日曜日でお休みの方もいると思います。お仕事の方もいらっしゃると思いますが、しっかりと今日は自分メンテナンスしましょう、ね、ゆったりとお風呂に入るとか、寝る前に少し足をマッサージしてあげる、それだけでもボディケアになるので、自分のケアをしっかりとぜひやってみてください。 And here next to the body card、 じゃじゃーん、今日はニューライフです。ニューライフ、そう、立春、新しい春ということで、新月とはね、また異なりますけれども、今日から新しいこと、また始めるきっかけになるんじゃないでしょうか。昨日節分で嫌なものを払ったわけですけれども、いろんな思いがあったと思います。そこで今日は新しく自分が取り組んでみたいこと、少し考える時間を、ボディメンテナンス、お風呂に入る時間とか、寝る前に少し美味しい紅茶、ハーブティーとかを飲みながら考えてみるとか、してみてはいかがでしょうか。ということで、I'll see you guys tomorrow. Bye bye. クリスでした。Have a lovely Sunday.